アルビレックス新潟営業部野沢です。新潟県十日町にある山崎食品さんにやってきました。この海のない町になぜマグロがやってきたのか、今日は取材したいと思います。寒い。この冷凍庫は何度あるんですか？この冷凍庫はマイナス50度あります。マイナス50度。マイナス50度ですとマグロの鮮度が1年間保ってます。この冷凍庫があるおかげでいつでも新鮮なマグロを皆さんに届けることができます。マグロを見ることないでしょ皆さん。マグロの好きな人がいっぱいいたから、ここで美味しいマグロを作れるようになりました。山の中でマグロを作るっていうところに魅力がありまして、こうマグロをなんていうんですかね、皆さんに食べてもらって美味しいものを食べてほしいっていうことに、まあ、尽力できるんじゃないかと思いますよ。社長の夢を聞かせてください。私の夢は子供たちに美味しくマグロを食べてもらうということが最大の夢です。原料を選んで栄養価の高いものを子供たちに食べていただきたいと思います。そして山崎食品とアルビレックスの未来はどこを目指していきましょうか？やはりスポーツ集団であるアルビレックスさんを通じて食育というようなところにも注力しまして一緒に歩かせていただければというふうに思っています。新潟にマグロ文化を、マグロを一本全部食べる工夫をしたいと思っています。マグロのフルコースですよこれは。うまい。